純粗は、李氏朝鮮の第23代国王。意味は、字は、公だから。号は純粋。送り名は、千勤淵の利権同桂一し純期体制。しこ井のチキン光鈴。喜び継ぎ天廃局流言厚氏急異行少林期化。春列大中姿勢。高井沢明母監視対抗正和弘はじめだか。秋弘厚豪憲一成、系統水歴立て。 伊佐広志半分、安武康氏秀高聖高大王。元の病後は、淳州だったが、1857年に、淳祖と改められた。聖祖の次男。実の母は、水貧牧師で、後位王公の養子。兄、文隆聖氏の死後、1800年に聖子になり、同年に即位した。英祖の日である、定澄王公の摂政で壁派が政治を主導したが、 1805年には、順元王公の本願でもある、安藤金氏による勢い道政治が始まっており、時代国王、憲奏、次々大国王、明らしゅうまで続くこととなる。順祖は、安藤金氏を建成するために、豊城長氏を徴用して、1827年、公明聖氏が摂政になったが、1830年に公明聖氏の死のために失敗した。 1834年11月に死去、去年45。領は、ソウル特別市水草区内国道にある、人資料。純粗の命令により編纂された、満期要欄には、松島が、右三ん島だとする、東国文献備校からの転記があることから、大韓民国は、竹島領有の根拠の一つとしている。王公との間に二男三女、牧師との間に一女、 合わせて二男四女を設けたが、公明生子は孫にあたる剣奏を残して創生。剣奏の娘二人も溶接。純祖の娘たちも子供が創生したり、未婚のまま死去したりと、子孫を残せなかったため、純祖の子孫は現在に伝わっていない。また、孫の剣奏の死去により、父、聖祖の男系子孫も断絶した。純祖の親類、近親、祖先の詳細。 原形不規略総根聖子、伊やきよまご。22代、聖祖23代、純祖、公明聖子24代剣奏。恩彦君、前系大院君25代明ら衆。恩信君,君、南縁君、沖ノ大院君26代高奏。恩善君。李氏朝鮮後期系図 AB 清の死亡を隠した、朝鮮後期の国王たち朝鮮日報2007年9月16日。 満期、洋蘭軍政編4解剖東海予知市運鬱領部、山南山国地上山即山と小位松島なり。ありがとうございます。